世界最速の更新を披露。クロアチアの自動車メーカーであるリマックは、ハイパーカーのネベーラで市販車の更新速度における世界新記録を樹立したと発表した。ネベーラは2021年に発表された EV、電気自動車で、今回ドイツの ATP 自動車試験場で行われた記録挑戦走行では、 リバースで最高速度時速 275.74km、171.34マイルを達成したという。ATP には長さ 4km のストレートが2本あり、メルセデスベンツやフォルクスワーゲンなどの、ドイツ車メーカーが高速開発によく使用している。リマックによると、この場所が選ばれた理由は、 以前ネベーラが1日に20以上の加速とブレーキングの記録を更新した場所だからだというネベーラのチーフエンジニアであるマティ・ヤレニッチ氏は未知の領域に足を踏み入れたとして次のように語った開発中ネベーラはおそらく更新で世界最速の車になるかもしれないと思いましたが その時は笑い飛ばしていました。空力、冷却、安定性など、更新で高速走行するために設計されたものではなかったからです。しかし、やってみたら面白いのではないかという話になりました。シミュレーションの結果、時速 240km 以上は、出せることが分かったのですが、 安定性については検討がつきませんでした。記録を打ち立てたネベーラは、これまでの記録挑戦者と同じグリーンとブラックのカラーリングをまとっている。テストドライバーのゴランドルンダック氏は、後ろ向きに景色がどんどん遠ざかっていく。首を前に引っ張られる感覚は、強くブレーキを踏んだ時とほぼ同じでした。と述べている。 ドルンダック氏は、バランスを崩さないようにステアリング操作を慎重に行ったり、ブレーキングポイントを意識したり、スピードに気を配ったりと、通常と異なるドライビングに苦心したという。ネベーラには4機の電気モーターが各車輪の内側に取り付けられており、トラクション、安定性、そして容赦ない加速を実現するとされている。 通常のギアは存在せず、モーターを単純に逆回転させることで今回の記録を達成した。ネベーラはまた最高出力 1904PS0 時速 160km 加速3.2秒、0時速 320km 加速11秒弱という世界最速の量産 EV としても知られる。 ユーザーに納車される際、最高速度は時速 352km に制限されているが、リマック主催の特別イベントなど限られた条件下では、時速 412km まで引き上げることができる。